こんにちは。ブロガーそしてフォークシンガーの原真一です。6月12日日曜日のライブ告知をさせていただきます。毎週日曜日の23時から23時半までの30分間、懐かしのフォークソングを弾き語りながら世の中の出来事を語ります。今週もいつも通り行います。今回も引き続き、ウクライナ情勢についてロシアのサイトからの情報をお届けする予定です。また、それについて、 私の経験による補足や推察なども加えていきたいと思います先週のライブでお話ししたウクライナとポーランドの鉄道規格の違いやコスト的な問題などは一部の日本のメディアでも報じられたようですまたタス通信によればポーランド経由で穀物を出すのはこれまでの2割程度のキャパシティしかないとのことです世界の食料危機を緩和するために 早急にウクライナの穀物の出口を探る必要がありますそんな中ウクライナとベラルーシの国境で気な臭い動きがありますすでにハラブログの方でベラルーシ軍が戦時体制に移行すべく訓練をしていることや手榴弾を搭載したウクライナのドローンがベラルーシで撃ち落とされたことをお伝えしました本件については 西側のメディアの方が逆に懸念すべきことをズバリと言えるようです AFP 報道を時事が配信している5月28日の記事を朗読しますウクライナ軍参謀本部は27日ベラルーシ軍がウクライナ国境に近い南東部ゴメル州に電子戦部隊を展開したと発表した 他の国境地帯でも7個大隊が体制を強化しているといいロシアの軍事同盟国ベラルーシがウクライナ侵攻に参戦するのではないかという観測が再び高まっているベラルーシはウクライナ北部キーウ州などへの侵攻ルートをロシア軍に提供すでに間接協力をしているが直接の参戦は見送っている ベラルーシのルカシェンコ大統領はロシアのプーチン大統領と頻繁に会談している。参戦すれば3カ国の戦争となるが、実現性は不明だ。ベラルーシ部隊の展開はウクライナ軍の兵力を分散させることで、東部ドンバス地方の攻略に集中するロシア軍を支援する狙いもありそうだ。 先週のライブでお伝えしましたがプーチンがロシアのテレビチャンネル1に出演しベララルーシ経由でののウクライナ穀物の輸出を絶賛推奨していますつまりベラルーシを通りロシアの貿易港サンクトペテルブルグまでの輸送は3カ国とも旧ソ連で鉄道規格が同じですから積み替えの必要がありません。 一見冗談だろうと見えるのですが考えてみるとベラルーシのルカシェンコ大統領は今回プーチのためにかなり骨を折っていますがこのままではさしたる見返りは期待できませんしかしもしウクライナの穀物輸送ルートにベラルーシを使ってもらえることになれば大きな利権を手に入れることができます しかもそれは、ウクライナ紛争をより泥沼化したいネオコンたちの思惑とも皮肉なことに利害が一致してしまいます。このようなケースは危険です。また、ライブでもお話ししたいと思います。6月12日日曜日の23時から23時半までご参加お待ちしています。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。See you.